新しい機能としてポーズツールというのがありますちょっとポーズというのを見てみましょうえ実はこのモデル、えー 3DSMAX のような CG ソフトで作ったものを FBX を介してマットボックスに持ってきています。でいわゆる統合型 CG ソフトの方でいわゆるこういったリグを組み込んでもちろんバイペットでもいいです。このモデルデータを見るとです、ね、下にピューッとこう重心オブジェクトがあるんでこれ多分バイペットで作っているんだと思いますけれどもそういったスキーニングされたモデルデータを持ってきますとマットボックスの中でそのいわゆるジョイントというかリグをコントロールすることができます。 例えば T3 ス,スでモデリングするとなかなかモデルの臨場感がわからないというのもありますのでここでリングをコントロールしてポージングとか体型を編集するということができますもうちょっとこれをぐーっと回してみましょうかこんな感じとかここを少し曲げてあげるとか。 まあこういった形でポージングをしてあげる、あるいはペイントするときにちょっと脇の下とかなかなか塗れないよねというのがあるときは脇を上げてもらって抜いてあげるとか、なんで脇なんだというのはちょっとよくわからないですけども、えー、まあそういったなかなか塗りづらい箇所というのも簡単にアクセスするということができるようになっています、えー、じゃあ次にですねちょっとモデリングの機能で面白いところをちょっとやってみたいなというふうに思うんですがちょっとここにまあサンプルで入っているモデルデータがあります。ちょっとこれを レレベベルルをどんどんん上げてていきまましょうかななり今ハイレベルになってます、えー、耳のデータがあるんですが全然これは、えー、作り込んだ耳になってませんので、えー、じゃあこれをちょっと直しちゃおうかなというところで、えー、じゃあスムースえー、っとどれでやろうかなフラットでちょっと潰しちゃいましょうちょっとこの耳潰しちゃいますはいこんな感じにしましたなんで耳潰すんだろうということなんですけどもちょっとお待ちださいね はいえー、こちらの、えー、例えばスカルプトツールの中の、えー、ステンシルのモードを見てみましょう、えー、ここの中にちょっと見づらいかな、えー、ここになんかちょっと虹色のようなものがあります、えー、とりあえずどんなことができるのかって見てみたいと思うんですがちょっとステンシルでこういったモードを開きますあなんかこれちょっと耳っぽいような絵だねと思うかもしれませんがじゃあこの、えー、テクスチャを大体このぐらいの位置に配置をして塗ってみます ビューッと塗るとますか,ねかなりでかい耳になっちゃいましたがえこういったい耳のモデリングができますえこれいわゆるベクターディスプレイスメントマップと呼ばれているものでえいわゆるディスプレイスメントマップのいわゆる XYZ の方向性を持たせたものになりますえ通常のディスプレイスメントマップですと方向方向について一方方向のえ押し出ししかできないんですがえこのベクターディスプレイスメントを使うとこの RGB の値によってえ上下左右 の要はスカルプトがテクスチャーベースでできます。このベスターディスプレイスメントマップも実は非常に簡単に作ることができます。ベースの板、それとモデリングしたパーツ類を用意してあげれば、放射マップを作るのと同じような感覚で、じゃあこのベースモデルに対してこの作り込んだモデルデータの位置情報を R G B で作ってくださいと。 というようなオペレーションでいきます。で、えー、基本的にはテクシャルデータは、えー、HDR のデータでやりますので、非常に詳細なモデル形状というのも、えー、もうワンクリックで、ワンストロークで実現するということも可能になっております。えー、非常にですね、ちょっとあの、今日時間が短くてあれなんですけれども、えー、実務的なかなり有益な機能がかなり今回ついておりますので、ぜひですね、スイート製品で、モーションビルド、マットボックス、3DS、デスチして、 よりリッチコンテンツを作っていただければなというふうに思います。